どうも、皆さん、こんにちは、下駒です。はい。今回はですね、はい、こちら、ね、配合ってだけ書いてますけどね、何の話するんだっていうふうに思われると思いますが、今回は自分がですね、レシピを組むときに何を考えているのか、ここをね、もうすべて公開していこうかなと思います。はい。でもね、うん。とは言ったもの、結構ね、マニアックな話にはなると思うんですよね。これまでですね、まあ自分がレシピ組むときにどういう風な考え方をしたらいいのかっていろいろ動画出してきたんですけれども、今回はですね、まあある程度そこら辺が頭に入っているという前提に話していきたいと思いますので、まあもしかしたらね、ちょっとこいつ何言ってんだみたいな感じで思うところも多々あるかもしれないんですけども、一応概要欄にですね、はい、過去の、まあこれいいんじゃないかなってやつをいくつか貼っておきますので、まあこの動画もちろん見ていただいた上でですね、はい、見ていただいた上で、まあそちらも一緒に見ていただけると、まあより、まあ自分でレシピ作るときとか、まああるいは元あるレシピをいじるときとかの参考になるのではないかなという、そういう体で喋っていきたいと思いますので、まあこの話興味ある方、レシピ作りですね、パンのレシピ作り興味ある方はぜひご視聴していってくださいということです。はい。でね、今回ね、実は結構自分勢いで喋っていこうと思っております。はい。なので、ここに流れ書いておりますけど、まあ、この流れに沿ってですね、まあ、自分がこれ見てどう思うのかみたいなのをバーって喋っていこうと思いますので、割とノープランです。はい。なので、まあ、逆にね、逆に、だから自分の素の考えっていうのが出てくるんじゃないかなと思いますので、まあ、他じゃ多分聞けない話とかも出てくるかと思います。なぜ自分個人の考えを喋りますんでね。はい。というところで、はい。まあ、割と、個の価値があるような。こと、この動画、ことしてるんですね。はい。個性のある動画になるかと思いますんでね。はいはいはい。という感じで、前置きはね、置いといて、まあ、流れを最初に説明しておきましょう。あ、まずですね、ここ。うん、まあ、大体こういう感じでレシピ組んでますよと。こういう範囲で組んでますよっていうのを、まあ、ちょっとこれ見ながらお話しした後に出て、まあ、こういうことを気をつけているよと。ここら辺が、まあ、合っていれば基本的に大きな、まあ変なことにはならないよっていうところで、まあ、やってますよ。これぐらいは考えた方がいいんじゃないかなっていうところで3つ書き出しておりますので、まあ今回はこの流れに沿って、まあ自分の頭の中をですね、ちょっと喋って、そのままですね、もうフィルターかけずにバーッと喋っていきたいと思います。はい。というところで。では見ていきましょう。今回ね、これベイカーズパーセントで書いております。ちょっとね、もうベイカーズパーセントがわかんないよっていう方は、もうこれグラムだと思っていいです。今回、パーセントって言いますけども、それグラムと思ってもいいです。まあ、要は小麦 100g の時のレシピだと思ってみてくださいということです。で、これでバーッと書いているんですけど、これは自分がいつもよく使う材料ですね。これを書き出しております。小麦粉、塩、イースト、砂糖、だし、ウニ、バター、全卵、水というところでね、まあ、基本的な材料、並んでいるんじゃないかなと思います。出て。まあ、それぞれね、これくらいの値でやっていきますよっていうのがあるんで、まあ、上から見ていこうと思うんですけど、まず、小麦粉ですね。はい、小麦粉。絶対パンに入れますよね、小麦粉。で、これはまあ 100% だということでね、はい、書いております。まあ、この小麦粉100っていうのを、まあ、基準にして、他の材料どれくらい入れるんだろうっていうのを、まあ、見ていくっていういつものスタイルですね。まあ、だから当然、ここは100になっているわけなんですけれども、でね、まあ、小麦粉100っていう数字だけじゃね、まあ、なんかこれ、何の説明にもね、なっておりませんので、まあ、ここ何を考えているのか、この小麦粉100っていうところに対してっていうところで言うと、まず、これ小麦粉っていうか、まあ、粉ですよね。小麦粉じゃなくても、ライ麦粉とか、まあ、小麦の全粒粉とか使ったやつとか、あるいは米粉を使ったやつとかも全部この粉としてね、はい、100として、まあ、いつも計算するわけなんですけど、この時にじゃあ、ここの分類のとか何を考えているのか、うん、っていうと、こいつは要は土台なんですよね。土台。すべての土台。受け止めるための基礎ですよね。だから、まあこれ100っていうのは動かないんで、じゃあ何が変わるかっていうと、成分ですよね。うん、例えば、まあ、強力粉 80%、薄力粉 20% みたいな感じで8対2で、ここを構成した場合に、ちょっと強力粉だけの時より弱くなりますよね。っていう感じで、まあ、土台の強さっていうのをまず頭に入れておく。100っていうのは変わんないけれども、この、粉自体の強さ、土台としての受け止められる強さっていうのは、まず違うよねっていうところで、そこがどれくらいなんだろうっていうのは把握しておくっていうか、設定しておく。ですよね。ライ麦パンとか作るのであれば、まあ、ライ麦にグルテンのような、支える弾力を生むような成分は含まれていないので、まあ、ライ麦入れたらその分弱くなるよね。まあ、米粉でも一緒ですよね。うん、で、小麦粉の中で言っても、まあ、より、
タンパク量が少ないやつになればなるほど、まあ、全体のグルテンを形成するタンパク質の成分が少なくなるんで弱くなるよね。とか、ここら辺は頭にまず入れている。で、まずどれくらいの土台にしておくのかっていうのを考えておきますというのが、まずこの小麦粉ですね。はい。で、続いてお塩なんですけども、お塩 1.5 から 2.5%。まあね、ここはね、変わんないです。ほぼ変わんない。もう 2% 前後。まあ、自分ほとんどもう 2% でいっちゃってます。まあ、塩はね、もちろん塩味っていう部分もあるんですけれども、やっぱり生地を引き締める。この効果が一番でかいです。いろいろ効果あるんですよ。焼き色をつけやすくするとか、塩味をつけるとか、あとは酵母とか、あるいは他の菌の繁殖っていうのをちょっと抑え、ゆっくり。抑制してやるという、そういう効果もあったりとかするけど、一番やっぱり生地の引き締め。これが一番効果としてでかいので、まず入れないという選択肢はない。ただ、取材料っていうふうに言われているやつの一つになっているということですよね。で、その上で、ま、1.5 から 2.5% も入れれば、もうこの引き締めるっていう効果には、ま、十分達するだろうと。目的達せられるだろうっていうのが、ここの枠 1.5 から 2.5 の間ぐらいだというところですね。で、まあ、これ以上入れちゃダメなのかっていうと、そういうことはないんですけれども、入れると、単純にお塩なんで、辛いです。塩辛くなっちゃいます。なので、まあ、普通は 2% 前後だよね、というところがあるんですけれども、はい。まあ、時にはね、これ、生地引き締めたくない。あんま強くしすぎたくないという場合もあるんですよね。っていうのはまたちょっと後ほど話すんですけども、はい。生地が硬い場合には、まあ、逆にちょっと 1.5% 減らしてやったりとかもするというのがあるので、まあ、こういう、間というのを設けておりますよね。1.5 から 2.5 ですよというところです。はい。まあ、普通は 2% からあんまり動かさないです。自分は。はい。で、次、イースト、酵母ですね。イーストイコール酵母ですよっていうところはね、多分英語、日本語の違いですよっていうのは自分よく言ってるんですけれども、まあ、これの今回 0.1 から 1.5 って書いてあるのは、これドライイーストってやつですね。まあ、いわゆるスーパーとかに売ってある、まあ、イーストです。はい。ドライイースト、乾燥イーストなんですけれども、まあ、これだいたい 0.1 から 1.5 って書いております。はい。まあ、別にこれね、0.1 じゃなくてもいいんですけど、もっと少なくてもいいんですけれども、まあ、普通ね、普通、パンに入れて1時間ぐらいで、まあ、いい感じに発酵してきますよってぐらいのスピードにするためには、だいたい 1% ぐらいですね。1% 前後ぐらいで、まあ、イメージとしては、まあ、生地がしっかりと25度ぐらいになっていて、で、発酵のお部屋もですね、室温も25度から30度ぐらいになっていて、っていう条件で 1% 入っていれば、まあ、1時間もすれば、一次発酵って言われるような発酵っていうのは終了しますよっていうのが 1% ですね。うん、で、まあ、当然それより少なくなればなるほど、時間は長くかかってくるよ。多くなればなるほど、時間短くなってくるよっていう単純な話なんですけども、はい。じゃあ、早ければ早いほどいいから、もっと入れたらいいじゃん、となるかもしれないんですけど、まあ、ここも 1.5% って一応上限は設けております。これ自分の中でですけどね。はい。ただ、あんまりね、いっぱい入れるっていう考え方の、まあ、職人さんっていうのは、いないと思いますね。うん、どんだけでも入れちゃえっていうのは、ないと思います。1.5% ぐらい。うん。じゃあ、やっぱり入れんのかなーって感じがしますね。まあ、もちろんもっと入れる場合も、ありはするんですけどね。うん。入れすぎると何が問題になってくるのかっていうと、やっぱ単純にイースト入れてますから、ものとしてね。このイーストの匂いとか、まあ味もします、やっぱり。だからこういうのはついてくる。これがちょっと嫌だなって思う方もいますし、自分も、まああんまり入れすぎたら、あんまりね、イーストの香りってそんなめちゃくちゃかぐわしいっていうわけじゃないんで、たくさん入っちゃうと、少量だったら割とね、アクセントになったりとかするんですけどっていうぐらいの感じなんで、そういうところも含めて、1.5% っていう風にしているっていう面もありますし、やっぱりね、早ければいいっていうものでもないってことですよね。うん、あんまり早く発酵が進みすぎちゃうとガスがボコ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 って出ちゃうんで、生地が時間を置いて緩くなっていくのと同時に膨らんでいくことによって、こう中に綺麗な、はい、気泡っていうのが細かくできてくるっていうのがあるので、じゃあ、緩まない前に無理やり膨らましちゃったらどうなるのかっていうと、これが粗い気泡ができちゃうってことですね。で、これ食べた時どうなるのかっていうと、なんかボソッついてるな、ボソッとしてるな、うん、あるいはもうあんま膨らまねえなっていうことになってくるので、ある程度やっぱ時間かけて膨らませてやるっていうのは重要になってくるっていうのを考えると、やっぱ 1% 前後だよねっていうことになるということですよね。はい。まあまあそういう加減、上限、加減はないかな。まあ一応上限もありつつっていうので 1% 前後ぐらいで組んで、あとは発酵させたいスピードですね。これに合わせているという感じですね。
で、これがまあドライイーストの話ですので、生イーストになってくると、まあ水分の分単純に増えるだけですので、その量を考えると、まあ3から4倍にしてやればいい。だから、1% 入れてるドライイーストのレシピを生イーストに変える場合は、まあ 3% にしてる。あるいは 4% ぐらい。まあ、これはやっぱ物が違うんで、そもそもの発酵力が違うんでね。そのまま置き換えるのはなかなか難しいんですけど、だいたい 3% から、あ、3倍から4倍。1% のドライイーストのレシピだったら、まあ、3から4% ぐらいに変えてやればいいという浮かんですね。生イーストに変える場合は、というのが、このイースト酵母の話です。はい。で、まあ、ここまではね、あと水とプラスして主材料って言われる、まあ、基本的に入れますよっていうやつの話なんですけど、次は、じゃあこれ、プラスで、パンにプラスの効果つけたいなっていう時に入れる材料のお話ですね。これをしていきたいと思います。次はお砂糖ですね。じゃあこれ砂糖からいきましょう。まあ、砂糖っていうとね、いろいろあるんですけど、ここで話しているのは、初糖、いわゆる初糖のことですね。うん。まあこれ化学名と言ったらいいのかな。ちゃんとした物質名で、これ初糖。初糖っていう物質を、まあ砂糖きびであったり、砂糖大根みたいな、お砂糖たくさん入ってるよっていう野菜から、まあ抽出してきたものが、まあいわゆる上白糖であったり、グラニュー糖だったりとかするわけなんですけど、そういうお砂糖ですね。初糖のことを大体総称しても私たちはお砂糖と呼んでおります。で、そこら辺の説明しだすと長くなるので、今回はその初糖の話ですね。はい。で、初糖が 1% からだいたい 30%、うん、っていう話なんですけど、まあ、でもこの 30%、まあこれは 1% もさっきと一緒ですね。別に入んなくてもいいんで、はい、1以下でもいいですけど、はい。上限は 30% ぐらいというふうに自分は、まあ一応設定しています。まあもっと入れても別に発酵しない、全くしないってわけではないんですけど、まあちょっとパンと呼ぶにはちょっと無理があるかなっていう状態になってくるということですね。まあいわゆる膨らんでる、ふわふわに膨らんでるっていう状態に持っていくのは難しくなってくる。っていうのがまあ大体 30% ぐらいが上限かなと思います。はい。っていうのは、まあこれよく言うのが、酵母と、まあ、砂糖の相性の問題ですね、うん。たくさん砂糖が入っていくと、これ、まあ、浸透圧って言うんですけど、お砂糖が、まあ、酵母の中の細胞の中の水を吸っちゃうんで、まあ、干からびてミイラのようになってしまって、なかなか働かないよってなってくるっていう話があるんですけれども、っていうのがあるので、まあ、30% っていうのもあるんですけど、入れすぎちゃうと発酵しなくなっちゃうよっていうのがあるので、っていうのもあるんですけど、まあ、そもそもの話なんですけどね。そもそも。最初のこの小麦の土台だっていう話しましたね。小麦は土台、小麦粉。というか、まあ、この粉のところですね。この土台の部分がある。で、この土台が支えきれる重さですよね。ちょっと、これ以上無理っすっていう重さがやっぱあるんですよね。支えきれる量っていうのがあるので、あんまりこの基本材料以外のやつっていうのがいっぱい入れちゃうと、そもそも膨らまなくなっちゃうっていうのがあるので、まあ、そこら辺も鑑みての 30% ぐらい。っていうとですね、うん、ここから話すやつってね、基本的に入れれば入れるほど膨らみは悪くなってきます。基本的にですね。まあこれちょっと基本の考えとして、認識しておいてもらった方がいいかなと思います。主材料以外っていうのは入れれば入れるほど基本的にパンの膨らみを邪魔していきますっていうことですね。っていうのは、ま、ちょっと一旦置いといて、まあこれがお砂糖の話なんですけど、まあもちろん30分も入れればめっちゃ甘いです。はい。甘さの面で言うと30入れると結構甘いですね。食事パンとして食べるにはちょっときついかなぐらいの甘さになってきます。もうお菓子かなと。もうそのまま食べて、まあなんかコーヒーとかと一緒に飲んでちょうどいいぐらいの甘さになっちゃうのがまあ 30% っていうぐらいですね。だから通常食事パン、食パンとかはだいたい 10% 以下ぐらいです。1から 10% ぐらいが食パンの甘さだと思ってください。20% ぐらい入って菓子パンとか調理パンぐらいの甘さでもちょっと甘いかなぐらいの感じです。10% でもほんのり甘いかなぐらいの感覚ですね。っていうのがまあ甘さの感覚です。はい。で、基本的に入れれば入れるほど膨らみは悪くなってきます。はい、っていうのと、まあ、そこら辺は一緒なんですけど、膨らみづらくなっていくっていう。あと、脱脂粉乳ですね。よく使いますよね、脱脂粉乳。まあ、なんで牛乳じゃなくて脱脂粉乳使うのかっていう話はね、まあ、よく言われる話なんですけれども、まあ、牛乳って、あれ、まあ、単純に保存効かないじゃないですか。保存効かないですよね。1週間とか、そのくらいで、まあ、使い切らなくちゃいけないので、常備しておくというのはなかなか難しいというところで、普通パン屋さん、まあ、工場とかでもそうなんですけど、この脱脂粉乳っていうのを、まあ、牛乳の香り付け、あるいはその成分を入れたいなっていう時は脱脂粉乳を使うようにしております。まあこれはなんでかっていうと、脱脂粉乳はなんと常温ですよ。戸棚入れときゃいいですからね。1年間持ちますからね。1年は賞味期限ありますので、まあその間にゆっくり使い切ってやればいいというところで、非常にまあ
保存性が良いというところで脱脂ミニオがよく使われます。ということで自分もよく脱脂ミニオを使っているんですけど、まあ、これが大体ね、1から 10% ぐらいってことなんですけど、はい。まあ、ちょっとお砂糖より少ないですよね。まあ、これはなんでかっていうと、やっぱりね、これはタンパク質、牛乳のタンパク質っていうのがたくさん入りすぎると、タンパク質って非常に硬いです。でんぷんとかお砂糖みたいな炭水化物に比べてやっぱ硬いですよね。これが、生地を硬くしすぎてしまうので、伸びにくくなってしまうということが起こってくる。あと、この弾力っていうのも邪魔してくるということがあるので、あんまり入れすぎると。はい。硬いパンになっちゃうよというのがあるので、ダメっていうことではないですけど、柔らかいパンっていうのを保つことができなくなってくるので、まあその、普通の柔らかいパンっていう上限で考えると、まあ1から10、10でも多いです。10入れるともう結構かなりさっくり、スコーンとかクッキーに近い食感になってきます。10も入れるとですね。うん。もちろん、脱脂粉乳だけで、その食感決まるわけではないので、まあ必ず 10% 入れるとそうなるというわけではないんですけど、基本的にはタンパク質入れると硬くなるよ。で、脱脂粉乳っていうのはやっぱ牛乳由来のタンパク質がこれも固めたようなやつですからね。はい。まあかなりそういうさっくり成分。あと牛乳の香りと、あと牛乳のタンパク質と、あと乳糖っていう、糖も含まれていますので、焼き色が良くなる。香りが良くなる、焼き色が良くなる、まあそういうちょっとしっかりさせる生地をですね、こういう、まあさっくりさせるような効果があるよというのがまだ脱脂粉乳です。あと、これ牛乳に置き換えるにはどうしたらいいのかっていう話もちょっとしておくと、まあこれ他の食品にも全部つながることなんですけど、単純な話、脱脂粉乳ってもう書いて字のごとく、牛乳から油を抜いた粉乳なんですね。粉乳だから水を抜いてるってことですよね。油と水を抜いた牛乳ということなんですよ。油と水を抜いた牛乳ということは残りはまあほとんどタンパク質、あとカルシウムとかビタミン。このビタミンとカルシウムはほとんど美容なんで、タンパク質ですよね。タンパク質の塊です、こいつは。で、牛乳は水分が大体ね、大体なんですけど 90% ぐらいが水分です。牛乳の 90% ぐらい大体水分なので、まあそれを考えると、例えばですね、例えば 70% 牛乳を入れましたよ。っていうのは、まあ、これはほとんど 7% 脱脂粉乳を入れましたよっていうことと同義、同じということですよね。で、まあ、7% ぐらいは水以外の成分。だから、残るは、さっき何て言ったっけ、俺。あ、70% って言ったね。はい。63% が水分だっていうことですよね。だから、牛乳を 70% 入れるっていうことは、63% の水と 7% の脱脂粉乳を入れている。まあ、本当は、乳脂肪成分もあるんで、ちょっと、まあ、2% ぐらい、この、油も入るんですけど、まあ、そこちょっと分かりにくくなる。一旦置いといて、はい。7% の脱脂粉乳と、まあ、63% の水分を入れるという考え方ができるので、まあ、そんな感じで牛乳を使うときは、基本的に考えます。まあこれ割とね、実際にやってみても、この考え方で、まあうまくいくので、これはまあおすすめというかですね、そのくらいでいいかなと思います。だから、どれくらい牛乳使うときに入れたらいいんだろうっていうのは、だいたい 90% ぐらいが水分なんだから、じゃあ、もともと 65% ぐらい、ね、水を入れるっていう予定だったら、まあそれに合うように牛乳を入れていってやればいいっていうことですよね。で、その 10% 分は脱脂粉乳なんだから、例えば、元から脱脂粉乳を入れるようなレシピだったら、まあ、その 10% 分は減らしてやるよっていうことですね。牛乳入れた分、脱脂、タンパク質入れてますからね。っていう、まあ、そもそも脱脂粉乳が何なのかっていうね、はい、ところを理解していれば、まあ、計算して割り出すことはそんな難しくないよということです。うん。まあ、これね、ちょっと先に話すやつをね、先取って言っちゃうんですけど、まあ、そういう成分をそもそも知っていてというか、これ調べれば出てくるんで、今はもう。もうね、全部書いてあるんですよ。調べれば。もう食品名の後に成分って入れれば、もう優しく食品成分表っていうのをですね、はい。国の機関がちゃんとまとめてくれています。はい。これ、あれはどこだっけ？厚生労働省だったか、農林水産省だったかわかんないんですけど、ちゃんとね、はい。ちゃんとした機関がね、成分はだいたいこれくらいですってまとめてくれてますし、あるいは商品の裏に今絶対書いてあります。はい。このタンパク質とか炭水化物とか水とか脂質ぐらいのことがですね、はい。なので、これはね、人に聞くより、今の時代、人に聞くより、そういう、もう分かってる情報を見た方が、実は早いので、自分がよくお勧めするのは、成分を見ましょうということですね。それが分かっていれば、はい。まあ、他のやつに変えた時もそんな困りませんよというところで、これはまあ他のでも一緒ですね。砂糖、例えば蜂蜜、砂糖、
置き換えた場合、蜂蜜はだいたい 20% ぐらい水分が入っておりますので、じゃあ 20% 分水分だよねっていうのがあるので、じゃあ30入れたら、6は水分ですよね。ってことは 24%、まあ、糖質の成分が入ったよっていうのが予測できたりとかするので、まあ、そういう考え方を基本的にします。というか自慢しています。はい。ということです。で、まあ、次はちょっとこのバターっていうのを見ていきたいんですけど、まあ、バターね、1から50、結構入りますね。50、結構入るんですけど、まあ、このバターはなんでこんなに入れていいのかっていうと、これはバターだからですよね。常温で固体、ね、固形の成分だからこんだけ入れれるということです。なんで、まあ、この砂糖とか、あるいは脱脂粉とかがあんまり入れれないのかというと、まあ、タンパク質がもうめちゃくちゃ硬くしちゃったりとか、まあ、砂糖で言うと、これ水に溶けた場合にドロッともほとんど液体状態になってしまうので、入れれば入れるほどやっぱり柔らかくしちゃうんですよね。が、このバター。バターの方は、これ、半固形状態ですので、バターは自分の硬さは自分で保ってくれるんですよ。だから、たくさん入れることができるんですけど、ただ、まあ、だからといって、いくらでも入れれるかというと、それもまたそうではないと。まあ、なんでかっていうと、やっぱり、グルテン、これが広がって空気を中に取り込んでくれるという性質があるので、まあ、この土台のグルテンに対して、他の材料が多くなればなるほど、やっぱり、脆くなってきますので、まあ、膨らみづらくなってくる。だから、まあ、もっと入れることは可能なんですよ、バターに。関しても、もっと入れることは可能なんですけど、その分やっぱどんどん基本的には膨らまなくなってくるというか、まあ、全体の割合が少なくなってるんで、それは当たり前ですよね。膨らむ形を保って膨らむのは、形成したグルテン組織だけですので、それに対して他のやつが多くなればなるほど、まあ、形は保っていたとしても、仮に保っていたとしても、膨らむ。最大値、これはどんどんちっちゃくなっていくよというのがあるので、まあ、バターも一応50と上限を設けているという感じです。ちなみにね、50% って超多いです。超多い。超多い。ブリオッシュぐらいですね。まあ、せいぜいブリオッシュぐらいです。50%。で、まあ、普通の食パンとかであれば 5% から 10% ぐらいかなという感じで、まあ、20% も入っていれば結構な、まあ、リッチな割合の、まあ、菓子パンとか、調理パンみたいな感じになってくるかなと思います。まあ、だから基本的には形がこの保てるかどうかっていうのが、まあ、どれくらい入れれるのかっていうところ、うん、まあ直結しているかなと思います。硬すぎてもいけないし柔らかくしすぎてもいけないよと。だからその範囲であれば入れれるよってことですね、うん、まあもちろん型に入れちゃったりとかすればこの硬さは関係なくなっちゃうので、まあ、よく見かけるのは米粉パンとかもう全くねグルテンとかないよっていうのもあれ膨らむじゃんっていうのはあると思うんですけど、もうあれは型に入れて生地自体ゆるゆるにするんですよね。そうするともうグルテンとか関係なしに型が要はグルテン骨格の役目を果たしてくれるので膨らんでいく。まあ代わりにやっぱり弾力とかはないよということですよね。跳ね返るようなこうもちのような感じはなくなってくると。間の隙間っていうのも当然少なくなってくるので空気溜めれないんでねっていうことになってくるので、まあパンっていうのは基本的に、はい、形を保ったまま大きく膨らんでいる。それはなぜかグルテンがで、そのグルテン組織に対して他のやつが多くなればなるほど当然膨らみにくくなってくるというか最大値は少なくなってくるよねっていうのが頭に入っていれば、まあどれくらいなのかなっていうのは必然的に見えてくるというか、まあ大体データありますからね、うん、別にこれを参考にする必要もありません。まあ、自分たち、皆さんがね、使っているレシピとかをベカーズパーセントで直してみてください。そうすると、まあ、似たような数字が出てきます。そうすると、あ、自分がいつも使ってるやつってこれくらいだったんだっていうのがわかりますので、あ、じゃあこれをこれくらい入れたらこれくらいの生地の硬さになって焼き上げるとこういう食感になるんだっていう、ね。はい、そこまでわかりますね。まだにね、このベカーズパーセントで見るっていうのはやっぱ癖づけておいてください。そうすると大体これくらいの間で数値動いているっていうのがわかると思います。で、これくらいのなる数値だとこれがこうなるんだっていう、食感がこうなるんだっていうのをちょっとずつ溜めていくと自然と自分でも、あ、じゃあ今度砂糖をちょっと 5% ぐらい減らしてみようとか、バターを 10% 増やしてみようとか、じゃあちょっと柔らかくなるか水分 5% 減らしてみようっていうのがわかってくるということです。はい。で、まず、卵入れてないんで、次、全卵いきたいと思うんですけども、はい。全卵ね、まあ、1からちょっと40って書いてみたんですけど、もう40でも結構多いですね、はい。もう40も全卵を入れてしまうと結構硬くなっちゃいます。うん。まあ、これね、もう40入れるんだったら、もうマフィンとか、そこら辺の話になってきますので、
パンに、卵40入れるってなってくると、もう卵黄の状態にして入れなくてはいけないですね。うん、まあ、なんで卵黄にしなくちゃいけないのかっていうと、まあ、とにかくね、とにかく卵は卵白のタンパク質が硬いんですよ。卵白のタンパク質、ほんと硬い。噛んじゃった。硬いんですよ。まあ、噛んじゃうぐらい硬いってことですよね。はい、だから、基本的に全卵入れると、硬くなると思って、もう相違ないです。はい。ってぐらい卵白ってすごく生地を引き締める効果。まあ、だからタンパク質が硬いからですね。効果があるんですよね。もうこの脱脂乳、乳のタンパク質よりも強い。って感じのイメージなんですけれども。まあ、だから、それで言うと、もう 10%、20% ぐらいかな。全卵だけで言うと。入ってれば、もう結構なしっかりとした、そうだな、バターロールみたいな感じの作った時に硬さになります。だから、そこを計算してわざと卵を入れたりとかもありなんですけれども、まあ、それが嫌で、もっと卵の風味とか味とか、あと色とかつけたいなと思う時は、卵白は取っちゃう。まあ、あるいは一部減らしちゃう。とかして、まあ、卵黄 40% とか入れると、結構そうですね、発酵菓子って言われるのクーグルフであったりとか、あるいはシュトーレであったりとか、まあ、ここら辺はそんくらい卵黄を入れたりとかします。で、その時になんで卵白入ってないのって。卵黄だけやるともったいないから卵白入れたいよって言って入れちゃうと、超硬くなっちゃう。っていうことですよね。うん、っていうのが、まあ、ちょっと卵の特性です。やっぱり、ね、この卵白と卵黄で成分かなり違うというのを頭に入れておいた方がよろしいかと思われますね。そこの部分は。うん。卵白の部分にはね、油分も含まれませんからね。脂質ですね、脂質。っていうね、まあ、それぞれタンパク質、炭水化物、脂質、これの、パンに与える影響っていうのも頭に入れておくと、もっとわかりやすくなるんで、これはまた後に触れますということで。はいはい。まあ、そういう卵の話でしたが、続いて水ですね。はい、水。水はね、40から 70% というふうに書いておりますが、まあ、これは他の材料と合わせた場合ですね。普通に粉と水だけの状態で 40% だと、もうまとまらないぐらい硬いです。この40っていうのは、例えば、卵を 20% 入れる。だとか、そういうのと合わせるときですね。の、まあ、値だと思ってください。その時は40とかにはなったりします。基本的には、やっぱり、この、粉ですね。土台に対して、液体が60から70% ぐらいっていう認識の方がいいかなと思います。それくらいで、まとめたときに、まあ、固形の状態ですね。形を保つぐらいの形になっているっていうのが大体、まあ、40から以上70。まあ、もっと言うと60から70の液体ですよね。で、そこを水で調整していくという話になっておりますということですね。うん。もちろんね、70より入るやつもあるんですけれども、まあ割とそれはかなり特殊なやつです。普通の小麦はやっぱ70ぐらい。小麦粉が限度かなと思います。で、さっき言った土台の強さですね。これによってどん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 受け止めれる量は減ってくるので、そうなってくると水の量も必然的に減ってきたりとかする。っていうのを、上がっていれば水の調整とかもできたりとかしますが、また硬さの調整の話は後でやりたいと思います。はい。で、これが、まあ、これ材料のね、パーセンテージの話だったんですけど、で、次、合計値ですよね。合計値。まだ話すのかって感じですけどね。まだ話しますよ。これ合計値がやっぱ大事なんてね、合計値ってあんまり多分見ないし、自分はあんまり表示には書かないんですけれども、これレシピですってやってる時にね。本当はね、書いた方がいいかなと思うんですけど、分かりにくくなっちゃうかなって普段はあんまり書いてません。ただ、この合計値まで把握しておいた方が本当はいいです。はい。まあ、なんでかっていうと、これ170から大体240で、前後するんですけど、もうちょっとここ行っちゃいますけど、はい。小麦と水と塩とイースト。この4つの基本材料だけ。まあ、いわゆるハード系のやつですよね。はい。カンパーニュであったりとか、ライ麦パンであったりとか、ライバゲットであったりとか、ああいう、この4つ、あるいはちょっと砂糖入ってるかな、1、2% ぐらいのレシピのやつの、はい。合計値が大体170ぐらいになります。そうですよね。はい。小麦100に、まあ、水が65ぐらいだとしましょう。それに塩の2、イーストが1、で、あとモルト。だったり、まあ、なんかお砂糖 1g とか入れば、まあ、大体 170g ぐらいですよね。うん。だから、この合計値が170付近であればあるほど、これハード系ということは、この合計値見るだけでもわかります。あ、硬いんだな、っていうのはわかるんですけども、っていうことなんですよね。はい。で、これ大きくなってくればなるほど、どうなるかっていうと、これ小麦に対して他のものの割合が増えてるってことなんですよね。なので、これ、どれくらい膨らむのかっていうのの目安になります。うん。ね。どういうことかというと、つまり、数字が大きければ多いほど、土台が、はい、受け止めなくちゃいけない量っていうのが増えてきてるので、つまりは、マックスで膨らめる量っていうのは少なくなってくるよ。だから、発酵させるときに、
あれなんで、こっちの生地のやつは前作った生地のやつよりこんな膨らまないんだろうって思った時に、ここここみたいな感じになるわけですね。ここ見ようぜっていうことじゃない、うん、あ、そっかそっか。まあ、合計値的にかなり前より40も多いわけだから、そら膨らまないよねっていうのが当たり前かってなってくるという。こういう見方もできるので、やっぱ合計値見といた方がいいです。大きくなればなるほど、つまりはいわゆるリッチなパン、副材料が多いパンということになってくるということですよね。ね。はい。これ、240って、ね、ちなみにかなり多いです。まあ、せいぜい、もう本当はさっきから何度も出てますけど、ブリオッシュ。とか、いわゆる発酵菓子って言われるような、このバターを 50% ぐらい入れちゃうぜっていうようなやつでもない限りは240とかあんまりいかないですね。うん、あと、卵とか入れる場合は、まあ割ともう液体としてカウントしちゃうんで、その分水が減っちゃうから、卵が入ってると伸びにくいんだけど数値が低いという場合とかもあったりとかして、そこら辺ちょっとややこしいんですけど、ただ基本的な傾向としてはやっぱ数値がでかいほど膨らみにくいっていうのが分かるので、一個の目安として使えます。どれくらいの、まあ、配合、リーンな配合なのか、リッチな配合かっていうやつですよね。これが大げちで結構見えてくるという話です。はい。でね、まだ続きますけど、プラス言っておきたいのは、あと具材ですよね。具材、レーズン、くるみ、チョコレート、レーズン、2回言っちゃった。チョコチップ、なんでもいいんですけど、具材。具材はじゃあどうなのっていう話なんですけど、そういう具材はね、はい。基本的にここ以外、これとは別にしときます。うん。なんでって。なんでって。なんでカウントしないの、なんで無視するのってなるかもしれないですけど、それは、もう、ややこしいからです。生地に混ざんないですよね。生地には混ざんないじゃないですか。だから、生地プラス具材って考えます。生地に練り込んでるだけであって、生地にはなんないですよね。っていうね、もうちょっと表現の問題になっちゃいますけど、だから基本的にはこれくらいの硬さのやつに、あ、こういう具材を入れた時どれくらいの状態になるのかっていう見方をします。で、パンに入れる具材って基本的にやっぱりパン生地より水分が少ないものじゃないと、また水分がで溶け出しちゃって、またこねんて混ぜなくちゃ、それ結局最初から入れとけやみたいな話になっちゃうので、基本的に具材は生地より水分が少ないというのはやっぱ前提です。だから入れると必然的に生地は具材が水を吸うんで硬くなります。はい。っていうのがあるので、まあまあここはちょっともう予測で、予測値出すしかないんですけども、ちょっと水分を例えば 5% 普通より増やしてやるとか、たくさん具材入れるから、くるみ入れるからとか、っていう、まあちょっとした工夫をして硬さを合わせていくということは具材を入れるときにしますが、ここには基本的には入れない方がいいということですね。じゃあだってこれ合計値わけわかんないってなっちゃうんでね、うん、くるみ 50% ぐらいとか入れるんですよ、くるみパンって、あの普通のやつって。そうなってくると、値がね280、どういうことみたいな感じになっちゃうので、はい、だから基本的に具材は別にします。で、具生地だけでどれくらいかなっていうのは把握しておきましょうという話ですね。はい。で、もうちょっと言いましょうかね。はい。まだあるんかって感じですけど、まあ、これね、疑問がね、多く出てくるかなと思うところなんで、例えば抹茶とかさ、ココアとかですよね。うん。ああいうの入れるときどうしたらいいのよと。粉末のやつとか、ああいうの入れたいんですけど、って。うん。まあ、そういうときに自分はおすすめなのは、そういう抹茶とかココアとか、まあ、少量で色とか香りがついちゃうやつですね。あれは、まあ、粉に入れるのはおすすめしないです、基本的には。粉に入れるのはおすすめしないで、これだと思った方がいい。男子粉乳。ここに入れ込んだ方が早いですね。男子粉乳がココアとか抹茶に変わるっていう認識でした方がいいです。で、基本的にやっぱああいう粉末状になってるやつってなんで粉末状になれるかっていうと、そこに食物繊維であったりとか、タンパク質であったり、もう常温でそのままで固体のものが含まれているからなんですよね。で、何度も言う通り、そのまま常温で硬いやつっていうのは硬いです。硬いです。だから脱脂にも入れると硬くなりますし、まあ、卵白のやつ。あれも、結局水分抜いちゃうと硬いから硬いですよね。それ硬くなるんですよね。だから、脱脂粉乳、例えば 10% 入れてるやつに、プラスでココアとか、まあ、抹茶も 10% 入れたれってなると、超硬くなります。っていうね。まあ、そもそもそういう、硬いタンパク質とか硬い成分ですね。を入れれるのはこれくらいの枠しかない。っていう感覚で考えた方がいいかなと思ってます。だからこれ、まあ要は、粉末牛乳ですよね。だから、
ココアとか抹茶とか仮に入れるのであれば、これもまあ入れててもいいですけど、例えば10入れてるんだったら 5% 減らして、代わりに抹茶かココアかわかんないですけど、5% 足してっていう風にした方が、まあ硬さ的に硬くなりすぎましたとか結構あるんですよね。抹茶とかココア入れると硬くなりすぎました。何ですかねってよくあるんですけども、ご質問とかで。それはやっぱそもそも硬くする成分だからっていうところがあるのを、まあ理解しておいた方がいい。ということですね。まあ、さっきなんでこの粉のところに入れ込まない方がいいのかっていうふうに言ったかというと、それは、まあ、例えば 5% 減らして 5% 入れちゃうと、まあ、全体に与える影響って結構でかくなっちゃうじゃないですか。でも、まあ、ちょっとわかりにくくなるっていうのが結構大きいと思うので、まあ、せっかくこの、まあ、普段脱脂粉乳とか使って粉の分の、与える影響ここのぐらいだよって分かってるんだから、ここに当てはめた方がいいかなと自分は思っているという感じですね。はい。まあそうなってくると、あんまりまあ水分とかもめちゃくちゃいじんなくていいのかなって気はします。うん。元々脱脂粉乳入れてたところに入れ込むんだったらっていう話ですね。まあないとこに入れるのであれば、入れた分ちょっと水分増やした方がいいかもしれないですけどね。同量ぐらい。うん。っていうので、まあちょっとこれぐらいにしときましょうか。はい。まあ以上ちょっと配合のお話をちょっとしてみましたが、まあこれね、もうそもそも根本的なところが分かっていれば、もうここまで喋っといてなんですけど、こんなん覚えなくていいんですよっていう。ぶち壊しだよっていう話なんですけど、どんだけお前今喋ったと思ってるのっていう話なんですが、これがどこからこういう考え来てるのかというと、ここなんですよね、こっち。っていうので、ここの話をしていきたいんですけど、さっきちょっと触れましたけど、まず一つ目、小麦と水と塩とイースト。これでまあ大体170ぐらいっていう話をしたんですけど、まあ要はもうこれ土台だけの状態ですよね。いっちゃん生地が強い状態なんですよ。小麦は100に水はまあ適正な硬さになるように入れているとして、塩を入れるとまあこれ生地強くなるって話をしましたよね。まあこれはあのグルテンの組織がより複雑になるからとか、まあ変質するからとかいろいろ言われていますけど、まあとにかく強くなると。で、あとはイースト入れて膨らませてやるっていうので、これが一番パンの強い状態。で、わかりやすく一番大きく膨らむっていう書き方をしているんですけども、まあこれはわかりやすくですね。大きく膨らむというか、要は一番弾力が強い状態。いわゆる力が強い状態というのは、これだけの状態なんですよね。だから、さっきもうお話ししたんですけれども、ここの、はい、数値は受け止めるこれがでかくなればなるほど、まあ膨らまなくなってくるよ。傾向的には。っていうのをまず頭に入れておくと。そうすると、じゃあ作ってるときに、どれくらい膨らむんだろうっていうのが、もう、ある程度予想つくようになってきますので、もちろんこれを気にしながらいつも作ってる人はっていうことですね。うん。だから、あれなんで膨らまないのかなまた膨らまないのかなみたいな感じのやつっていうのは思わなくてよくなるということです。これが頭に入っていればということですね。この土台、プラス副材料という考えが頭に入っていればということです。うん、で、あともう一つこれ。硬さが良ければ OK という話もあります。うん、結構どうやったらこれ正解なのみたいなね。だから配合をどうしたらいいかわかんないっていうのがあると思うんですけど、結局の硬さが良ければ OK なんですよ。パンって。最終的に硬さが柔らかくもなく、まあ、膨らまないほど硬すぎず。だから、形を保てないほど柔らかいのはダメだし、膨らまないほど硬すぎるのも良くない。この中間に持っていけていればパンって OK なんですよ、基本的に。で、それを決めるのは、とにかく水分量なんですね。水分量、最終的に。適正な水分量があるのかどうか。まあ、もちろん、土台に対しての話もありますけど、その上で適正な水分量かどうかっていうのがあるので、ここですね、水の量。この、まあ、行き過ぎない範囲でね、調整してやった上で、じゃあ、あとはこの水を動かしてやればいいだけなんですよ。水を動かしてやればいいだけだし、で、どんなにここいじろうと、まあ、固体が、まあ、だいたい100に対して、液体が、まあ、6から70ぐらい入ってると、まあ、いい感じにまとまるよねっていうのは変わんないですよね。変わんないので、例えば、まあ、だいたい6から70なわけなんですから、卵。これね、まあ、さっき言ったのも一緒ですけど、20% 入れてるってなったら、じゃあ、まあ、だいたい60から70の間なんだから、水はだいたい40から45ぐらい入ってりゃいいよね。ってのはま、わかるじゃないですか。液体足して、ちょうど60から70ぐらいになればいいと。で、これ牛乳の場合も一緒ですけども。で、まあ、気にしなくちゃいけないのは、あと、
どれくらいの水分量なのかっていう話ですよね。これは牛乳の場合に言うと 90% が水分だっていうのがあるので、じゃあ 10% 分は水分じゃないよねっていうので、水分だけ分けて考えることができる。で、これは全ての食品でも成分表で書いてあることですので、蜂蜜の場合とかであれば、ね、さっき言ったかな、20% 水分なんで、まあその分はちょっと水分として加算してやる。その分、まあ70を基準にしてるんだったら、その分減らしてやって、なんか 50% とかにしてやる。とかして、で、これは言っておきたいのは、一発じゃね、うまくいかないです。だからね、失敗しないっていうのはね、無理。これは。で、これね、でもあんたは毎回結構いい感じでやってるじゃんって思ってくれてる方もいるかもしれないですけど、あれは毎回失敗してます。はい。っていうのはね、何回も試作してるって意味じゃなくて、納得はいってないところですね。だから、ベーストじゃないんだけど、近くまでは寄せれるんですよ。ただ、完璧ピシッとは無理。もうちょっと柔らかくしといた方が良かったなとか、硬くしといた方が良かったなっていうのは、これ絶対出てきます。なんで問題は、どこまで一発でそこまで寄せれるかっていう話ですので、うん。で、まあ、ラッキーなことに、割とね、パンってね、融通聞くんですよ。まあなんかね、プロの人が話してる話とか聞くとね、いや、水分量とかもう絶対にずれちゃいけないと、作り方も絶対、発酵も絶対一緒じゃなくちゃいけないと言うんですけど、それはあくまで毎回同じクオリティにしなくちゃいけないというパン屋さんの縛りがある中での話ですので、ちゃんと美味しく食べれれば大丈夫っていう、まあお家で作る場合であれば、まあ正直な話ね、正直な話、ちょっとあんまりね、寄せで言っちゃいけないですけど、5% ぐらい水分ずれてても大丈夫。大丈夫です。5% ぐらいの水分のすれば、まあ、割と、あと、まあなんか作り方とか、あとは、まあまあまあ、ちょっと、だれちゃってる大丈夫か、ぐらいの範囲です。なので、そんなにね、シビアに考えなくていいです。ある程度近い数値で出しといて、で、入れすぎちゃうと、もう取り返しがつきにくくなっちゃうんで、例えば、65% ぐらい入れた方が良さそうだなと思ってて、まだ自分でやったことないっていうオリジナルレシピとかだったら 60% ぐらいで最初混ぜてみて、で、あ、もうちょっとこれいけそうだなと、まとめられそうだなと思ったら残りの 5% も入れてやる。とか、まあ、そのくらいの感覚でいいです。で、仮に 5% 入れて多かったってなっても大丈夫です。ちゃんと出来上がります。っていうぐらいの感じですので、まあ自分はね、割とその 5% 余裕を持って入れるっていうのを、まあ、初めてやるやつではよくやっていますし、まあ、で、レシピたくさんあるじゃないですか。いっぱいレシピあるじゃないですか。だから、あんまりね、予測つかないってことないですね、今は結構ね。うん、似てるレシピ持ってきて、あ、だいたいこれぐらいだったら、まあ、水分量これくらいっぽいなーというふうなのがあれば、そんな大外ししないって、こう水分量もね、照らし合わせたら、そんなに、ね、必要量割り出すのも難しくないし、多少ずれてもっていうことで思っていただければいいと思います。で、その上で硬さが良ければね、それなりに出来上がるのがパンです。だからとにかくここね、あんまりにも数値ずれすぎないようにして、その範囲内で硬さが良ければ割とパンは OK だという感覚、まあ、これが分かっていると、まあ、安心していじれるというのがありますよね。いや、これ、いや、これどうなのかな、大丈夫みたいなのはなくなるということです。まあまあ、いけるいける、全然 OK でしょ。っていうのは、感覚的に、まあ、なんか、自分の中には持てるかなとは、これ自分は思いますということですね。はい。っていう硬さが良ければ OK って話だったんですけど、最後ね、これね、結構自分が一番言いたいことであるんですけど、これ、このタンパク質と炭水化物と脂質と水、これで見ましょうっていう話なんですよ。脱脂粉乳とか、あるいは練乳であったりとか、生クリームとか、まあ似たようなのとかありますよね。これは、どういう違いがあるんですかと、それぞれどういう性質があるんですかとかね、よく質問とかであるんですけど、はっきり言ってね、もうね、もぐら叩き状態なんですよ。何を言ってるのかっていうとね、もうこれ商品によって成分違うし、で、実際似たような、なんていうのかな、食品の名前だったとしても全く別物みたいなのも結構あるんですよ。ちょっと例えばうまく思いつかないですけど、同じ名前してるのに全然違うみたいな、性質みたいな。
のもあったりとかするんで、もう正直ね、もぐら叩きです、本当に。これはこうだよって言ったら、じゃあこれはこうだったんですけど、どうですかって言ったら、それは多分そうだからこうみたいな感じで、はっきり人に聞いてても、もう、きりないんですよ。っていうことで、ここまでのレベルの話を聞いている方にお勧めしたいのは、もう自分で考えれるようになること。なんですよね。うん。となってくると、何を考えなくちゃいけないのかというと、タンパク質と炭水化物、脂質と水。これで見ましょう。これです。なんかね、栄養学の話みたいな感じになってくると思うんですけど、まあ、ビタミンとかミネラルはとりあえず考えなくていいです。何が言いたいのかというと、これそれぞれどういう性質をパンに与えてるのかっていう話なんですけど、まあ、今回の話で散々言いましたけど、とにかくタンパク質は硬いんですよ。タンパク質は硬いです。もちろん、タンパク質ってたくさん種類があるんですよ。タンパク質ってアミノ酸がいろんな形につながっていろんな種類のやつがつながることによってめちゃくちゃすごい種類のタンパク質っていうのがあって、で人間の体ってほとんどタンパク質で作られてるっていうのがまあタンパク質なわけで、たくさん種類があるんですけど、要はまあアミノ酸もね、人間を構成しているのは20種類ぐらいなんですけど、実際何百種類ってあるんですよ、この世界には。だからそれがいろんな組み合わせでいろんな形でつながっていろんな種類になるから、タンパク質ってめちゃくちゃ種類があるんで、このタンパク質が硬いっていう表現も一個で言っちゃうのはちょっとどうかなとは思うんですけど、ただね、ただやっぱ性質としては硬い。他の物質に比べれば、食品も。なので、まずそもそも、タンパク質の多く含む成分の食品を入れると硬くなるんだっていう、この感覚はね、持っててまず間違いないっていうのがありますし、だから入れすぎるとパンって硬くなるよっていうのがあるんですよね。多分、脱脂粉乳しかいない。全然ない。しかりですね。あるいはまあココアとかで言うと、あれタンパク質じゃないんですけど、ココアとか抹茶入れちゃうとなんで硬くなるのかっていうと、まあ炭水化物の話になっちゃうんですけど、あれやっぱ食物繊維含んでるからなんですよね。食物繊維って、これ炭水化物って食物繊維もデンプンも、お砂糖とかも全部炭水化物だよとか言われて頭はてなで、みたいな感じになるっていうのはよくあると思うんですけど、どういうことみたいな。要はね、でっかい炭水化物が食物繊維。でんぷんなんですよね。で、ちっちゃい炭水化物がお砂糖、諸糖とかですね。あと、加糖、葡萄糖みたいなので、この世の物質って言えば、でっかければでっかいほど硬いんですよ、基本的に。でっかくて、いっぱい繋がってるってことですね。いっぱい繋がってて、複雑な形してればしてるほど硬いんですよ。っていうのが、まず頭に入っていて、で、タンパク質が硬いよーって。じゃあ、このタンパク質いっぱい含んでるやつ入れたら、まあ、硬くなっちゃうよねーっていうのがわかるし、あとは、焼き色とかもそうですね。タンパク質と、あと糖質ですね。これが160度以上ぐらいになってくると、非常に激しい反応、燃焼反応、これが起こってきます。その結果、何が起こるかっていうと、パンでは、綺麗な焼き色がついたりとか、まあ、香ばしい香りっていうのがしてくるので、つまりは、タンパク質と、糖質ですね。これがたくさん入れば入るほど、早い段階で焼き色がついてくる。焼き色がつきやすくなってくるよっていうことも分かってくるということですよね。で、あと炭水化物っていうのは、これ栄養になりますよねっていうのがありますよね。まあ私たちのじゃないですよ。これパンの話してますから、酵母の栄養になるよねっていう話があるんですけど、まあ、さっきも言った通り、大きい糖、がデンプンなので、デンプンを切っていくと基本的に最終的にはお砂糖になるから栄養になるよっていうのがあるから、お砂糖入れなくてもパンで発酵するんですよ、デンプンがあるからね、小麦粉のっていう話があるんですけど、まあそういうのも理解できたりとかしますし、まあついでに言っとくと、じゃあなんで食物繊維は発酵しないんだよっていう話なんですけど、それは切るための酵素を持ってないからですねっていうので、まあちょっとプラスで言っておきますけど、まあそれは関係ないんで置いといて、はい。まあそういう炭水化物、タンパク質みたいな感じのやつで、大きいつながりのやつですね。これは硬いよと。で、パンの中にはタンパク質を分解するようなやつっていうのは基本的にこの材料の中にはないので、ほとんどないって言ってですね。ほとんどないので、まあ硬いままだよと、基本的に。で、炭水化物の場合で言っても、短い発酵時間の中であれば、そんなにこのちっちゃくしちゃって、柔らかくなっちゃうっていうところまで気にしなくていいので、基本的にちっちゃい糖、お砂糖とかですね、こういうの入れると、まあやっぱり柔らかいっていう状態に近くなってくるし、水と混ざりやすくなってくるんで、液状になっちゃうよ。だから柔らかくなっちゃうよっていうのもあるしっていうところで。でもちっちゃくないと栄養にはならないんですよね。っていうのもこういうの分かってくると。はい。っていうのとか。
そもそもここら辺の性質ですね、タンパク質とか炭水化物そもそもの性質を知っているっていうのと、でそれで食品のどれくらいの成分が入ってるのかなっていうのをプラスで見てやると、じゃあパンどうなるのかなって必然的に見えてくるんですけれども、まあ結構高度な話なの分かってます、分かってますけど、これ自分のどういうことを考えてるかっていうのを話す動画なので、ちょっといやそれちょっと難しくないですかっていうところまで話してます。で、あともう一個、脂肪ですね。脂質。で、脂質に関して、言うと、脂質をね、たくさん入れると、これ、温度って書いてあるんですけど、温度が上がりやすくなります。はい。比熱っていう言葉があるんですけど、水に対して油って2倍温度が上がりやすいんですよね。2倍ですよ、2倍。というので、まあ、要は油が入れば入るほど、温度上がりやすくなるので、低い温度で良くなるってことですよね。これは炭水化物、タンパク質、まあ、お砂糖とタンパク質かな、が入れば入るほどっていうのも一緒なんですけど、だから焼く温度っていうのも、この3つの割合とか性質知ってると分かってくる。大きいでんぷんの状態とかだと、この焼きの反応ってしにくいんですけど、ちっちゃい糖の状態とかだと反応しやすいですよね。だからお砂糖を入れるとだんだんと焼く温度っていうのは低くしなくちゃいけなくなってくる。なんでかっていうと、中に火が通る前に外が焼けちゃうからってことですよね。で、油が入ってると温度も上がりやすいんで、つまりは油が入っててお砂糖がたくさん入っていて、でタンパク質もたくさんもう豊富に含んでいるようなパン、だからバターも牛乳も入ってるしね、たくさん砂糖も入ってるよっていうパンっていうのは当たり前ですけど、こういう170ぐらいの、まあ、そのハードパンとかに比べればどんどん温度が下がってくるっていうのは反応しにくいし温度も上がりにくいからだよねっていうのも、これも分かってくるわけですね。これが分かっていれば感覚というのが分かって初めて生まれてきます。っていうので自分やってますね。はい。自分は分からないとできない派なんで、これが分かって初めて、あ、じゃあこれくらいの配合だと何度くらいで焼かなきゃ焦げちゃうよねっていう感覚が身についてくるということですね。うん。っていうね、焼きのところにもつながってきますし、ね、あとまあ水分ですよね。これ成分見ることによってどれくらい水入ってるのかって分かりますので、で、言いましたけど、硬さが良ければ OK なんですよ。だから、どれくらい入れた材料に水が入ってたのかっていうのを把握するっていうことで、もう、まあいい感じの硬さにするっていうのはさほど難しくなくなってくるっていうことがあるので、できればね、このタンパク質、炭水化物、脂質とかを、まあ、ちょっと勉強してみると、まあ、かなり見えてきます、うん。で、そこまで分かれば、もう人に聞く必要はなくなってくるっていうところまで来るんですけど、はい。そこを遠すぎるよっていうね、どこまで行かせる気だよっていうふうに思いますので、今回ね、今回はもうここまで来た状態で、ちょっともう頭痛くなってきたわって方は、まあもうここだけでいいです。逆にね。逆にここ難しすぎたわって方は、ここだけ。で、もっと言うと、ここだけ。合計値。これでもだいぶ違う。合計値で膨らみ方変わるよっていうところだけでもね、これかなり上質な情報なんで、ここだけでも持って帰ってほしいですね。はい。ここだけでもいいです。で、これ何十分聞いた価値はあります。この合計値で膨らみ方変わるよって。ここだけ持って帰るだけでも、今回ね、何十分も話聞いた価値ありますし、あとプラスで、タンパク質入れるととにかく硬くなるから上限があるんだよって。うん。バターは柔らかいからいっぱい入れれるよ。ぐらいのふわっとしたやつ。ここら辺も持って帰るとさらに OK ということですね。はい。で、もうここからのね、じゃあ実際どうしたらいいんだよってね、これからね、私たちはね、この長い話を聞いた後どうしたらいいんだって、無駄な時間にはしたくないぜと思うと思うんで、どうしたらいいのかっていうと、自分たちが毎回ね、作っているやつの、このベーカーズパーセントですね。まあ要は小麦100の時に出して他の材料の割合、これぐらいは把握しとこうっていうことです。もったいないから。うん。だってこれ把握してないとデータたまんないんだよね、自分の中に。100万回作ろうが、1億回作ろうが、1回作ろうがね、はい。もうちょっと宇宙レベルの単位になっちゃいましたけど。まあとにかく、ないものはないんですよ。貯めないと。だから、もったいないので、どれくらいの配合で作った時に、どれくらいのパンになったなというのは、ぜひ把握しておきましょう。うん。こんだけやっぱ便利なんで、ということで。というのをちょっとお勧めします。はい。だから、もしね、あんまりベーカーズパーセント使ってないっていう段階の方でしたら、ぜひね、一回自分がよく作るやつとか、
のやつをね、何個か持ってきて、ベイカーズパーセントにして比較してみてください。そうすると、今回言ったようなやつっていうのの変化が、あ、確かにあるかもぐらいは感じてもらえるかなと思います。あ、そうか、これって全体のタンパク質の割合が多いから、だから卵とか牛乳の成分が多いから硬かったんだとか、まあ水分量が、あ、確かにこれ少なすぎたかも。だからこれ結構膨らみにくかったのかなとか、出てくると思うので思います。はい、なので、まあ、ちょっとね試してみてください。で、あ、いやいや、あ、それくらいはやってますっていう方はぜひね、ここぐらい、もっと言うとこれ、タンパク質、炭水化物、脂質、水、これの性質までちょっと突っ込んでやってみてください。そうするともう人に聞く必要はなくなりますし、他人のレシピというのは参考資料になります。はい、資料です。資料、参考資料です。お、そうか、これくらいの配合にしてこういう作り方をするとこうなったのかみたいな感じの見方をします。決してこれを作るためにそのレシピを見るという状態ではなくなってくるっていうね、まあ、ちょっとね一個上のステージに行っちゃうので、はい、それやったらもう職人だろうみたいな状態になっちゃうので、はい、ぜひねやってみてくださいというところです。こっちまでね、はい、でした。はい、まあ、かなり長くなっておりますんでね、これくらいにしたいと思います。もう1時間近く喋ってますね。どんだけ喋るんだっていう話ですけど、はい、あね、かなりね、物好きな、ね、方じゃないとね、こんな話はね、最後まで聞いてくださらなかったかなとは思うんですけど、ちょっと新年一発目のね、ちょっと喋りなので、ちょっと気合い入れてやってみましたというね、はい。まあ、自分が何をいつも思いながらレシピ組んでいるのかというお話でした。はい。です。まあね、いつもはね、さすがにここまで一本長くは撮らないんですけど、まあ撮ってるやつもありますけどね、はい。まあまあまあ、やっぱりね、理屈をして、やってみると、うん。まあ、理屈知らないで何回もやるよりは、もう断然に倍も、10倍も、100倍も、早く自分がたどり着きたいところにたどり着くことができますし、そこからね、さらにいろんなものを作ることができるようになります。はい。なので、まあ自分はこういうね、普遍的な情報発信、結構心がけてやっておりますので、まあどの段階でもですね、時代が変わってもあまり変わらないことだと思います。まあですんでね、一個のまあ軽い教養だと思って、こういう知識身につけたいよっていう方はですね、思っていただいた方はですね、はい、まあぜひね、こういうチャンネルですんで、まあまあチャンネル登録とか、まあまあ動画の高評価とか、まあまあしていただければ、はい、嬉しいでございますということです。ですね。はい、以上です。では本当に長々とご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。それでは皆さん、良いパン作りを。バイバイ。